カイサカは、鎖ヘビかヤジリハブ属に分類されるヘビ。有毒。別名イエロービアード、イエロービアード、フェルデランス。北アメリカ大陸南部からアルゼンチン北部にかけて全長は1から2メートルで、灰色に近い茶褐色の地肌に大きなダイヤのような反紋が並ぶ。ハブに比べると、体色はやや地味で、落ち葉に隠れると全く目立たない。頭は三角形。 本種の毒は非常に強烈で、その主成分は出血毒である。一瞬の毒の注入で、人の致死量の毒を体内に打ち込むことができるため、本種は中南米では最も危険な毒じゃと言われる。また、ある死亡事故の例では、被害者の傷口を洗った人が、指先に小さな傷がついていたために、そこから毒が体内に侵入し、抑腸死亡するというもらい毒による、 死亡例も起きている。主に森林地帯に生息し、地上でも、樹上でも活動する。また、畑や果樹園などのプランテーションにも侵入し、人が噛まれる被害が多い。鼻のすぐ下にある、ピット期間で獲物を見つけると、目にも止まらぬ、速さで毒がを獲物に突き刺し、一瞬で毒を打ち込む。そして次の瞬間には、元の体勢に戻って、次の攻撃に備えている。 食生は動物食で主に小動物で特に哺乳類や鳥類を好む。ブラジルのサントス沖には本種とは別種ではあるが同族のボスロプスインスラリスが多数生息しているケイマーダグランデ島がある。ありがとうございます。